美少女戦士、セーラームーン、美少女戦士、セーラームーン、美少女戦士、セーラームーンは、1992年3月7日から1997年2月8日まで、テレビ朝日系列で毎週土曜19時19時30分、JST に放送された、日本のテレビアニメシリーズ。竹内直子の同名の漫画、美少女戦士。 セーラームーンを原作として以下の5作品が制作されており、累計の話数は全201話に及ぶ。2014年より制作、公開が開始された新作アニメシリーズについては、美少女戦士、セーラームーンクリスタルを参照。原作漫画の5年間をすべてアニメ化。原作漫画が子供向け作品としては、ダークすぎるために設定、キャラクターストーリーに、 大幅なアレンジが加えられ、スタッフのほとんどが参加した全番組、金魚注意報がギャグアニメだったこともあり、日常パートが大半を占めるコミカルな明るい作風となった。ジョジやマニア層を始めた老若男女の指示を受け、バンダイによるガング道の反則展開でも大成功し、萌え文化などのポップカルチャーにも多大な影響を与えた。 日本のみならず世界40カ国で放送された主人公の月のうさぎ、水のあみ、日の霊、木の誠と愛の奈子たちセーラー戦士による女の子同士の友情と戦いやタキシード仮面として彼女たちを助ける千葉守とウサギの恋愛描き分かり合うことと許し合うことがテーマになっている。また原作漫画の主軸は前世からの宿命と月のウサギと シバモの恋愛であり、セーラー戦士の関係は、次第に、現世の普通の少女から、前世の神聖なプリンセスと、その忠実な死後戦士たちに変化していくのに対し、本シリーズでは、セーラー戦士の友情と日常が、軸になっており、現世と前世は、別物として、前世と関係なく対等な友情を結び、普通の幸せに憧れる、等身大の少女たちと描写されている。 各話にゲストキャラクターが登場するなど、スーパー戦隊シリーズのような構成で制作され、各話後半は、ゲスト怪人とのチーム戦になる。最初期は、ホラー要素が強く、グロデスクな外観の怪人が多かったが、第11話に登場したヨーマムーリドを境に、美形の怪人が多くなり、第3期の大門以降は、特にコミカルな味付けが去るようになっていった。 幹部級の悪役の多くが会認定を持たない人間の姿で原作漫画では当たり前のように主人公たちに倒されているが本シリーズでは主人公たちの人殺しを避ける量などから幹部級の悪役の最後の多くは処刑や自滅同士打ちもしくは和解に変更されている当初は一年間で終了する予定だったが1九十二年十二月に急遽新シリーズ R の制作が決定し、放送延長が決まった。一時は、玩ングが売れず、半年で打ち切りが危ぶまれたが、一年目の後半に登場した、ムーンスティックがヒット商品になり、存続が決まる。さらに、社会現象になるほどの大ヒットを遂げたことで続編の制作が決まり、最終的にシリーズは、約5年間続くことになった。これについて、 初代シリーズディレクターの佐藤淳一は、最初は、この作品の会社、東映動画の期待度がすごく低かったので、これほどヒットして長続きするとは誰も思っていなかった、と話している。以前に、メイプルタウン物語や、金魚注意報を、佐藤淳一と手掛け、本シリーズの副監督のような存在だった、生原邦彦の出世作である。 本シリーズは子供向けアニメとして制作されているが、先鋭的な感性を持つイクハラのシビアな演出が随所に見られ、全シリーズを通して男女両方の同性愛表現が含まれている。本シリーズ自体はその類のジャンルではないが、放送後にはそれまで女性の愛好家が主だったユリファンが男性にまで波及するようになった。アニメ化にあたっては、 初代キャラクターデザイン担当のただの和子が良くも悪くも癖の強い竹内直子の絵柄をアニメで動かしやすいようにリデザインしており装飾は簡略化されてキャラクターごとに瞳が描き分けられている。ただのによるデザインは記号的なキャラクターデザインや後継作品に深い影響を与えた変身シーンとともに本シリーズが爆発的ヒッとする一因になったと言われている。 二代目キャラクターデザインの伊藤育子に変わると、ただののデザインを継承しつつもポップな絵柄に激変し、後年の模栄に影響を与えたとも言われていた。セーラームーンクリスタル以後の25周年企画でも、グッズやイベント展開のほとんどは、ただのや伊藤の絵柄が使われている。R と S で、ロットや変身ペンを、はじめ多くのアイテムをデザインした、深野洋一は、バンダイ側が、 番組に登場したアイテムのすべて、原作漫画のものも含むを担当したと証言している。玩具展開の関係上、原作漫画に存在しない変身リップロットや、スタディオンレーブ、クリスタルチェンジロットなどのアイテムが登場している。光と影と空間の詩人の異名で知られる、ムクオ・タカムラが最後に美術を担当した作品であり、近年はキャラクターやグッズのデザインとともに、 本シリーズの背景が夢可愛い,いとして注目を集めている。竹内直子はキャラクター原案や仲良しアニメブックスの表紙の構図を考案したり、主題歌やキャラクターソングの作詞、ゲーム版のキャラクターデザインや脚本を担当するなどで本リーズに携わっているが、作品の方向性などでアニメスタッフとの圧力があったと言われている。 全五年間での平均視聴率は11.6%となった。最高視聴率は、関東エリアでは16.3%、第74話、関西エリアでは21.7%、第88話、中部エリアでは19.3%、第123話、第126話に達し、たけし、いつみの平成教育委員会、フジテレビ系列と捕獲の人気番組となった。 また、その他の裏番組には、漫画日本昔話があった。放映時のキャラクター商品数は、約1200種。キャラクター商品の売り上げは、ピーク時の1994年で年間、約260億円。1992年から1997年までに1000億円。コロちゃんパックの売り上げは1994年までに、4タイトル合計で50万本以上。 バンダイが発売したセーラームーンアール人形の売り上げは1993年4月の発売以来9ヶ月で100万体を販売。バンダイが発売したムーンスティックの売り上げは1993年6月時点で50万本を完売。変身アイテムの総売り上げは2001年3月時点で280万本。テレビアニメシリーズ、レンタルビデオ、セルビデオ、レーザーディスク、 レーザーカラオケの合計は160万本に達した。変身アイテムの総売り上げは2001年3月時点で280万本。セルビデオ、美少女戦士、セーラームーン R ボリューム1とボリューム2は、共に8万本を販売。ハットリ成功が発売した、セーラームーン R 時計は19937月の発売以来。 1994年3月末までに16万6000本を販売。2013年にテレビ朝日で放送された世界に進出した日本の人気アニメベスト100にて本作品が3位を獲得した。2017年に NHK で放送されたベストアニメ100にて本作品が60位を獲得した。セーラー戦士5人を演じた声優の三石ことの 久川綾、富澤道恵、篠原恵美、深見梨香は声優ユニット、ピーチヒップスを1993年10月11日に結成し、PC エンジン版ゲームの主題歌やアニメのエンディングテーマなどを歌った。アニメと連動したイベントにも出演し、ピーチヒップスライブと称したライブが、第2期、R 放映中の1993年911日12日に開催された。 その後、同年12月25日には、セーラームーンクリスマスというクリスマスイベントも開催された。さらに、シリーズ終了から11年を経た2009年12月6日には、東京、秋葉原のオックスシアターで、DVD ボックス発売記念イベントが開催された際に揃って出演し、クラスメイトのように仲が良かったと当時の思い出を語った。 シリーズのアイキャッチは各年ごとに新しく制作されるが、各年の開始直後のアイキャッチには、その後のものと若干の相違が見られるものがある。セーラー選手たちの変身バンクは、後継の作品に多大な影響を与えた。これについて、初代シリーズディレクターの佐藤純一が次の2点を証言している。変身バンクの絵コンテは、 有沢隆則による BGM の差しに合わせて切られた。セーラームーンとセーラーマーキュリーは佐藤淳一、セーラージュピターは竹野内和久、セーラービーナスとセーラームーンは幾原邦彦、セーラーウラネスとセーラーネプチューンは安野秀明が担当している。1993年の第44回 NHK 紅白歌合戦では、 応援合戦で出演者の森口博子、坂本冬美、西田光がそれぞれセーラームーン、マーキュリーマーズに噴し、主題歌、ムーンライト伝説を披露した。初代シリーズ構成の富田助博と R をもってキャラクターデザインを自主交番した、ただの和子は本シリーズの派生作であり、競合作である愛天使伝説ウェディングピーチの原作とキャラクターデザインを担当した。 当時は本シリーズのファンに裏切り行為と批判されたが、構想そのものは制作の7年以上前から原作者の富田が温めていた。なお、竹内直子はウェディングピーチの大ファンであり、同人誌を大量に買い漁ったり、コードネームはセーラー V に結婚引退がテーマのオーロラウェディングというパディ作品を登場させていた。竹内との確執からスパースを持って、 東映アニメーションを退社した、生原邦彦は、二代目シリーズ構成のえのきとヨウジら、少数精鋭のスタッフと株式会社ビーパパスを創設し、本シリーズのノウハウを活かした、少女革命ウテナ、ワル、ピングドラム、ユリクマ嵐等を制作している。佐藤淳一は変身ヒロインアニメの制作に多数関わっており、本シリーズの劇ともを担当した。 有沢貴則と夢のクレヨン王国を本シリーズの三代目ディレクターを担当した五十嵐拓也とお邪魔女ドレミを本シリーズの2代目キャラクターデザインを担当した伊藤育子とプリンセス父を制作するなどしている。また五十嵐拓也と榎ノキド洋二は桜蘭高校ホスト部ストドライバー輝きの拓と文豪ストレードッグスを手掛けている。 シリーズ完結後の後番組には QT ハニー F が放送され、本シリーズの3代目シリーズ構成だった山口亮太、アミちゃんの初恋でキャラクターデザインを担当した下笠美がメインスタッフに参加している。本シリーズの熱心なファンであり、ウラヌスとネプチューンの変身バンクの演出や、原画手伝いを担当した新生系バヴァンゲリオンの安野秀明は、 本シリーズが人気を得た理由について、あのアニメには中身がないキャラクターと最低限の世界観が存在する砂場のようなものと評しており、エヴァンゲリオン制作の参考にしたと述べている。ア野は本シリーズの劇場版一作目を劇場で3度、鑑賞してテーボンにビデオを見せていたようで、ア野の強い希望で、主人公のイカリ・シンジ役には、千葉守の少年記を演じた、小形恵美が採用された。 渚香織のモデルは、庵野の友人である生原で、桂木三ぎとは、月のうさぎ役の三石琴乃を見て維持したとされ、キャラクターデザインを担当した、定本企業は、みさの前髪のデザインは、月のうさぎから拝借したと語っている、みさ役が三国となったのは、全くの偶然である。綾波なは、水野網と、土萌え蛍の要素を組み合わせて作られたキャラクターで、あり。 綾波なみの名前は本シリーズのスタッフを引き抜く目的で日のレイから名付けられた。また、テーボンによる漫画版エヴァンゲリオンの最終回は本シリーズ第一期の最終回によく似た構図であった。セーラームーンに関するイベントが2度、平方パークで1993年の春と1994年の春に行われた。2度ともドラゴンボールとのセットのイベントであった。 社会現象となったため、パロディをされた作品の数も膨大である。例えば他作品のパロディで構成された、現実通信上げ玉には、月のうさぎ役の三石琴乃が声を担当した、平景部が登場し、彼女の変身シーンは、無印のセーラームーンのパロディになっている。また、上げ玉の原作者、富田助弘は、シリーズ初期のメイン脚本家でもある。 1994年8月20日放送のセーラームーン S 第104話で野原慎之介にそっくりな言動の美少年慎之介と野原三才にそっくりな言動の慎之介の母親が登場し慎之介のナウマンゾウさんにショックを受けたチビウサが絶句する場面があるこの二人の声はそれぞれ同話で美少年かもと 玉三郎役で出演した、新之助役の声優、矢島明と、大門役で出演したミサイ役の声優、奈良はしみきが当てている。そして、このパロディと前後して、クレヨンしんちゃん1994年8月8日、放送の、アクション仮面に再会だぞには、荒木海演じるセーラームフーン、久川矢演じる、セーラーイアーン。 篠原恵美演じるセーラーバカーンと美少女軍団セーラームフーンエッジの伊藤和彦監督が登場した。これは、クレヨンしんちゃんの本郷光監督と佐藤淳一の仲が良かったこと、及びテレビ朝日のプロデューサー、大田健二がこの二作を同時に担当していたことによって実現たお遊びだったという。同じくテレビ朝日系で1九9四年に放映されたアニメ、 機動部東電 G ガンダムでは、セーラー服姿の女性型、ガンダム・ノーベルガンダムが登場。時田、高一による、漫画版に付属するおまけ4コマ漫画、頑張れ。ドモン君では、同期に登場するアレン・ビー・ビアズリーによる、ノーベルガンダムで仕置きよう。のセリフと、とも、ノーベルガンダムが、セーラームーンの決めポーズをとっている。また、スーパーロボット対戦 MX での、ギア戦士。 伝道のベガとアレンビーとの会話イベントでは、アレンビーのノーベルガンダムに興味を持ったベガが、アレンビーに、あのガンダム、ティアラとか投げたりするガツに代わって何々とか、と聞くシーンがある。ウサギ役の三石琴とのは、伝道でベガを演じており、いわゆる、声優ネタである。他作品のパロディを多く取り入れた、ヘッポコ実験アニメーションエクセルサーガには、美少女戦士、セーラームーンで、 月のうさぎ役を担当する、三石琴乃が声を担当したエクセルとい、キャラクターが登場するが、17は、アニメーション USA にて、美少女戦士、セーラームーンのパロディを見せている。2013年4月4日、放送分の、ロングチュートの芸能人ヒットソングで、爆笑ショーバトル、の、アニメオープニング実写化対決にて、桃色クローバーアッ,ツェットが、本シリーズの三作目、 S, S の実写化を披露した。配役は、セーラームーンを、桃田かな子、セーラーマーキュリーを、高切れに、セーラージュピターを、有安教化、セーラーマーズを、佐々木彩香、セーラービィーナスを、玉井しおりが担当し、タキシード仮面と香りナイトは、南海キャンディーズの山里亮太が担当。北米の他中南米、アジアなどの世界各国で放送され、現在でも、 ヨーロッパなどで絶大な人気を誇る。作中の同性愛表現の他に類を見ない、多さ、レズビアン、ゲイ、トランスジェンダーが明確に存在するから、海外でテレビ史上最もゲイなアニメ作品として注目を集め、性的マイノリティが当たり前のように受け入れられる、世界観から LGBT 層に絶大な支持を得ている。ただし、アメリカのフェミニストの間では、 女性差別的な価値観に基づくものいう否定的な意見と女性の権利向上のシンボルであるという肯定的な意見の二つに分かれたという資料もある。パワーレンジャーシリーズの大ヒットを受けたサバンエンターテイメントは実写パートとアニメパートとで構成した本作品のリメイクを企画しパイロット版を公開したが観客の反応は散々なものでそのまま頓挫してしまった。 北米版の権利は、リクエンターテイメントが獲得し、オープニングにはオリジナルに敬意を表して、ムーンライト伝説のアレンジ版が使用された。それ以外は独自の BGM に差し替えられ、暴力シーンや同性愛に関わる設定が、大幅に検閲されている。ダークキングダムのゾイザイトとアマゾントリオのフィッシュ愛が、女性に変され、天皇遥と海、王未は、十姉妹同士になるなど、 特に、遥と未知留をいとこに改変した点は、海外のアニメファンに有名であった。また、アメリカのアニメ雑誌のインタビューで、遥役の小型恵美が、同性愛者を演じて、宗教的に球断されなかったのかと聞かれたという。ハリウッド映画、ザ・コアでは、いつもセーラームーン見てる、高速回線があるだろう。というセリフが登場したり、ハリウッド映画、宇宙戦争では本作品が、 テレビに映る場面がある。カナダのロックバンド、ベアネイキッドレディスが発表し、ビルボードホット100で1位となった、ワンウィークの歌詞にセーラームーンが登場する。海外における、マジカルガール、魔法少女ジャンルの代表的な作品であり、近年ではスペイン映画、マジカルガール、ディズニーの TV アニメ、悪魔バスター、スターバタフライ、カートゥーンネットワークの TV アニメ、 スティーブン・ユニバースなど本作品のファンである海外の若手クリエイターたちが本作品にインスピレーションを受けた作品を発表している。バンヘイレンのデイビッド・リーロスが日本で撮影した短編映画で最後の決め台詞はガツに代わってお仕置きよである。ロシアのフィギュアスケート選手エフゲニア・メドベージェワは本作品のファンであると公言している。 日本のメディアとのインタビューで主題歌の歌詞を披露したり、選手権大会のエキシビションでは本作品を寸劇的に再現する演目をコスプレ込みでこなすほどである。美少女戦士セーラームーンスパウススペシャルは1九9五年四月八日十九時十九時五十八分に放送された約四十七分のテレビスペシャルで美少女戦士セーラームーンスパウスの序盤に ミッルツのエピソード。月のギと、チビウサが、過去のような戦闘記録に改造するという形の、心得を描いた、華麗に変身泣き虫ギの成長記録、スパース本編には登場しない天皇遥かと、海、大道知を主役にした、オリジナルストーリー、遥か未知留再び、亡霊人形劇、原作第5巻の番外編、チビウサ絵日記をベースとした物語チビウサの冒険。 恐怖、吸血鬼の館という三つのエピソードで構成されている。登場人物についてはキャラクター個別の孔。シリーズ前編を通して劇ともを担当した有沢貴則の音楽は評価が高く、有沢はこれらセーラームーンシリーズの音楽でジャズラック国際賞を受賞した。大きな特徴としては変身シーンや、 必殺技などに際して、同土体積による特徴的な音階を使用することが挙げられる。またこれら見せ場のシーンでは、バックコーラスがセーラームーンと歌うのも大きな特徴。コーラスにはこれ以外のセリフはなく、あとはスキャットがわずかに入るのみで、見せ場において大変効果的であった。なお、コーラスを入れるようにアイデアを出したのは、初代 SD の佐藤淳一である。 R 映画版以降は、他のセーラー戦士の変身シーンに合わせて、それらのキャラクター名が、バックコーラスに入る、各キャラ専用変身音楽も作られた。これらコーラスの仕様は、有沢が1980年代初頭に、コーラスグループ、ソープを結成していたことによる影響がきい。その他、R では、サクソフォンとクラリネット、S では、劇中設定の海、オーミチルの特技に合わせて、 バイオリンの特徴的なソロを含む曲が多く用いられた。セーラースターズでは必殺技シーンのイントロで波形編集によりターンテーブル効果で音程を上ずらせたり、セーラースターライツのテーマ、特に変身シーンでは特徴的なシンセサザーの音色やピアノのシンコペーションを用いるなど、1996年当時、 流行していたユーロビートなどのテクノ音楽の影響が強く伺える。放送話数はシリーズごとに累積されるようになっており、通算50話は R4 話にあたる。放送日はキー局及び同時ネット局のもの。視聴率の出展は月間ニュータイプより。なお、シリーズ各話にゲスト怪人が登場するリストが膨大なため、 伸縮型のメニューとして表示する。系列は、現在の系列。は現在多系列局だが、放送当時、テレビ朝日系列と多系列とのクロスネットだったつぼね。多系列局の放送時間、期間の出展は突起のない限り、アニメリア、学研、パリッシングより。テレビシリーズは、高い人気を博し、劇場版も制作、公開された。 BR すべてスタンダードサイズ4、3で制作されたが、ビデオ DVD はビスタサイズでの発売となり、画面が上下カットされ、いわゆる貧乏ビスタ状態となっている。サウンドトラックのほか、ドラマ CD、イメージソングなどが発売された。アニメとカセットコレクションでは、ジョジよりむしろアニメファン対象のドラマカセットテープも販売されてた。このカセットでは、 テレビシリーズ本編で美を決した三井氏に代わり、月のうさぎの声を荒木海が担当した第44話から第50話のうち第46話、第1シリーズ最終回クライマックスにあやたるシーンを回想という形で三井氏ことのが改めて演じている。後にドラマ CD として再発売された美少女戦士セーラームーンサウンドドラマコレクション。 一部アルバムは2010年3月17日にハイクオリティ CD の形態が再発売される。1992年7月1日発売の美少女戦士セーラームーンと同年12月21日発売の美少女戦士セーラームーンはタイトルは同一だが収録内容は異なる。オリコン週間アルバムチャートのカセットチャート CT チャート 1995年末に廃止では美少女戦士セーラームーン1992年12月21日発売版美少女戦士セーラームーン R 少女戦士セーラームーンスパーステーマソングコレクションの3作が1位を獲得しまた美少女戦士セーラームーン R は1994年度の年間チャートで3位を記録した 東映ビデオ株式会社より、ボリューム1と VO2 間に分けて発売されており、各間映像特典は、ノンクレジットスーパー OPED15 秒予告が収録。本編映像は SD 素材を元にアップコンバートし HD 化作業を行ったものであり、1080P ハイで不画質となっている。全2巻でディスク4枚、S と劇場版は除く。 テレビマガジンより、仲良し編集部より、2000年4月2日から2003年9月28日まで、スパースまでのシリーズにあたる、第1話から第166話までが、テレビ朝日系列の4曲、テレビ朝日、名古屋テレビ放送、朝日放送、九州朝日放送、どちらもアナログ親曲は、VHF で、日曜6時30分6時58分、 JST にて再放送が行われた。この再放送に合わせて、玩具や CD などの商品が再展開され、新たなファンを獲得した。また、2015年4月からは、NHKBS プレミアムの名作アニメを放送する枠において、第1シリーズの再放送が実施された。この放送では、HD デジタルリマスター版をテレビ初放送する。 2016年4月から2017年2月まで第2シリーズの再放送を実施。また、現在でもテレ朝チャンネル1で再放送が行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。